皆さんこんにちは。平均42パットパターが苦手な宮下です。今日はですね、1メートル以内が 90% 以上入るという3月下旬発売予定のパターをお借りしてきました。で、僕が普段使っているこのパターで100球打って、このパターで100球打って、どっちが入るか調べたいと思います。それではやってみましょう。大学教授が紹介したパターみたいで、まっすぐ立って体の近くのここに、もう腰も曲げない、腕も曲げない、こうた方がいいんじゃないのかということで、この来角をもう少し寝かせたものなんだそうです。体の中心でこうで、できるならもうブラーンとやって、ちょっとヒールを上げるくらいで真下に打つ、このヘッドブラーンとちょっとパターンの仕方が違うものを目指しているそうです。じゃあやっていきます。このヘッドの縦横比が黄金比になってるんですって。で、A4 とかね、この比率、黄金比と同じようなものがいっぱいあるんで、心理的に安心するそうです。もう一つ、ガイドもこういうふうにちょっと広がってるんですよ。で、この範囲内でストロークすれば入りますよっていう心理的安心を与えるものなんだそうです。で、極めつけはここがフィボナッチ数列のなんかこう螺旋になっている模様で、これも心理的安心を与えるという三重の心理的安心を与えるパターンなんだそうです。入り
やすくするためにここに縦溝が入っていて、この縦溝を使うとなぜか玉がコロコロコロって順回転に回っていって入りやすくなるそうです。ということで、100球打ちましたが、結果は違う。このくらい打ちました、はい、打ってみた結論としてこっちの方が 1m 入る感じがすごくしました、まあ理由としてはこういう打ち方は自分に合わないのかね、わかんないですけど、体全体で振る感じになって安定してきたなっていう感じもあるし、このヘッドもこう動かせばいいんだなってイメージが作りやすかったんで、すごい打ちやすかった。あと狙いも定めやすかった。カップがここにあったらこいつがこう動けばいいんだなーって、こういう軌道なんだなーっていう振りやすい感じがしてやりやすかったです。ということでこっち良かったと思います。